ちなく言ってますね。すごい。そう、今日髪型変えた。ありがとうございました。今日はオンラインお話し会ありがとうございました。久しぶりの配信、いいね。気持ちいい。モンガさん、ハートありがとう。ありがとう。ハート、キュン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 。ありがとうございます。鳥は元気ですね鳥呼びやめてキーちゃんって言ってください。あ、みゆちゃんはありがとう。なんかなんか飛んでたペンギンさん、あれペンギン鳥さん、ありがとう。なんかアラビアン仕様になってるね。みゆちゃんありがとう。チームマンさんありがとう。パコン。ゆずきちさん、姫ありがとう。姫。ま、宝箱。これはなんだ。なんか願いを叶えてくれるようなやつ。ありがとう、ゆずきちさん。ギフトありがとうね。あ、アラジンの魔法のランプ、あ、ランプか。エルフィアさん、ハットありがとう。モンガーさん、魔法のランプありがとう。ツインテールめちゃくちゃ可愛い。やったね。 Thank you。 僕の好きな最強ツインテール、めちゃ可愛い。キョプさんありがとう。めちゃ可愛い。ありがとう。あ、サキちゃんありがとう。ペンギンさんかな。ペンギンさんありがとう。お、ゆずきさん、I love you、 ありがとう。くまちゃん、ありがとうございます。この以上、2022のサイン会両日とも当選してよ、楽しみ。わ、ありがとう。サイン会いつだっけ。松さん、虹、ありがとう。そう、サイン会申し込んでよって、当選したよってツイート見ました。ありがとう。髪型かっこいいし好きかも。え、本当に嬉しい。めっちゃシーバーマサヒロさん、ハートありがとう。ハチピーさん、ありがとう。なんかパンと寄ってる。ペンギンさん、クマミン、お花ありがとう。お、奥さん、姫。髪型自分でセットした。そうでもめっちゃね、下手くそなんですよ。むずいですね、髪の毛。なんか自分の髪の毛扱いにくい。おみさん、ありがとう。ハート。そう、編み込み、ちょっとそう編み込んでるんだけど、むずいね。6月22日、7月4日、ありがとう。すごく嬉しい。サイン会申し込んだよって方は他にいますか。
タイマーロングになったらその髪型したい。してして、なんかでもなんかどうだろう、いつもの髪型とどっちが好き。ティームマンさん星ありがとう。キラ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 。今日ツインしてるからあの今日の方がとか別に言わなくて全然大丈夫なんだけど、全部やどっちも、まあ、安定はおろしの巻きかな。お、なんだこれはすごい、パンダさんが出てきた魔法のランプから。わ、ハッシュさんありがとう。タワー2本分の、すごいびっくり、パンダさんが、なぜなぜパンダわー、ありがとうありがとう、お話し会もありがとう。あ、マキマキさん、ほらほら友達心配なんだよ、ラティ空の色何色か、ルル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 ル、なんか久々のわらふら願い事見つかないます。えー、やったね願い事。でもほとんどねもう叶ってますね、幸せ、今もう幸せ。栗さん、タコちゃんありがとう。ツインの方がほっぺシュッと見える、本当。キヨピちゃんありがとう、星様。まつげふさふさにします。まつげね、なんか最近すごい抜けちゃうんだよね、だからふさふさにボーボーリってなんかあれだけどふさふさにお願いします。奥さんかわいい。まつげ美容液とかあれさ意味あるのかな、やったことないからわかんない、あるんですかね、ある。なんか強くなるよまつげ、え、そうなんだぼーぼーぼー、私は増えた忍びと、え、そうなんだ、まつげ育成ですね、まつげ大事だよね。今日も結構なんかまつげね結構バッチリ上げたつもりなんだけど下がってきちゃった。さきちゃん、姫ありがとう、姫姫姫姫姫姫、下まつげ剃ったなぜ、お話しありがとう、お話しありがとう。目元キラキラで可愛い。あ、そうそう、今日はリリミューのグリッターのあのクリスマスコフレについてたのグリッターを塗ってます。あいみん20歳まであと3ヶ月だね、そうなんだよね、近づいてますね、8月に。アイミの顔が一番好き、本当？さらんへよ、それはさらんへよ。嬉しい、そんな言っていただけると本当に嬉しいな。暑い夏になるね、暑い夏になる。知り合い8月生まれ、おめ、おお同じだ、夏生まれ、獅子座さん、そう、お誕生日前日のお話し会撮ったよ、わあありがとう。20日、カズヤタコありがとう。
20日のかな、20日の、嬉しい嬉しい。チュイン、チュインテール、なんだっけ、なんだっけな、チュインテール、ポニー、ん、ポニーテール、チュインテール、私はオコテールアップ、お花ありがとうございます、キラキラお花。さきちゃん結婚して、結婚してありがとう結婚して幸せにすると誓いますか。かわいい、純吉ありがとう。使いますめちゃめちゃわがままな女ですよがーかわいい、うちなんか編み込みツインみたいなのしてるよ。まさひらさんハートありがとう。ちょっと待ったちょっと待ったもう見るまでポンチケット当選し、おお、ありがとう。支払いを済ませました。あ、そう、今日お話し会ですごいたくさん見るまでポン行きますっていうのをたくさん言ってくださってね、嬉しくなり、嬉しかった、嬉しい、楽しみ。亀さんタコありがとう。早くお話したいな、早くお話ししたい、待ってるね、時間を早くこうできたらいいよね、早送りみたいな。誠さんタコありがとう、ありがとうございます。舞台楽しみってそう言ってくださって本当に嬉しいので、頑張ります、頑張りますっていうか、まあ、今がやってるんですけど、ちょっとでもやっぱ不安もまだあるけど、まさひろさん、ハートありがとう。頑張って、頑張る。絶対大変だよね。うん、でもすごい楽しいです、舞台楽しみにしてます。毎日進化していくのを見るのが楽しみです。毎日来るの？まさひろさん、ありがとう。
でしょ、マジか。ジェンティ可愛い。ええ、みんな言ってくれるやん。めっちゃみんな。やっぱ優しいね、みんな褒めてくれるから。めっちゃ暴れてるキイちゃん。大暴れ、ガッシャンガッシャン言わせてる。ファイト。蚕のツインテール最強。本当に？まだいけるかな。まだいけるかな。もうちょっとで二十歳になる女ですが。僕の好きな最強ついて似合いすぎてキュンしする。本当は高いね、高いハーフアップしたいんですよね。余裕すぎる、もっと見たい。みんなツインテール大好きやん。なんかすごい。50まで。50までいける。高めのねツインとかしたいよね。そう、今はねずっとねハーフアップキャラでさせていただいてるのでね、いつかねこれからそのなんかライブごとでこう髪型変えれるようになったらいいね。毛量すごいねって。爆笑、爆笑。余裕です。ツインテール大好きです。ツインテール大好き。みんなツインテール大好きマンですか。ですか。ライブで違うといいね。いつかできるといいね。久々にお団子食べたいです。わっ、サイタンありがとう。チーコン似てるかも。ありがとうサイタン。これはアラビアンウォーマンのタワーですね。ありがとう。アラビアアラジン、アラジン。かわいい、すごいかわいい。クレオパトラではないよね。ありがとう。早く話したいね。アラビアンプリンセス、アラビアンプリンセスっていうのか。アラビアンナイト。プリンセス。願いを叶えてくれるジーニー。ジーニー、片目だけ復活してなくて毎日引きこもってます。いや楽しみ。あとちょっとなんじゃないかな、エンド。やっぱね、ちょっとこうお家に引きこもる期間をこう楽しめたらいいね。なんかお家でできることやってね。ゆきなりさん、魔法のランプありがとうございます。アラジンの映画でもなんか見たことない、あんまり。なんかアマプラとかネットフリでないよね。ディズニープラスなのか、ディズニープライムとかでは見れるのかな。いいね。でもディズニー、あ、パルちゃんありがとう。ペンギンさん、マントに乗ったペンギンさんありがとう。
ディズニーシーって感じだね、このアラビアン仕様が。ディズニーシーのシンドバッドとかそこら辺な感じだよね。あゆみちゃん茶髪絶対似合うね、なんか染めてみたいな、早く髪染めてほしい。え、やった。なんかさ、ちょっと黒くない？最近どうしちゃったんだろう。ハチピーさんありがとう、カタちゃんありがとう。なんか黒いね髪。あ、金髪とかグレーとかどうかな。ミルクティーベージュみたいなやつとかいいと思う。グレーとか。今日ありがとう、あゆみさんが優しくて元気出ました。でもっと話したいね。なんかやっぱさ、オンライン話し会ってさ、なんかファンの方がなんか質問してくれて、それに答えてる途中でブチって切れるから、あーってなるよね。トッシー、姫ありがとう、姫たくさん。グレー好き、グレーいいよね。なんかシルバーとかさ、やってみたいね。なんか白みたいな、もうそう、もうさ20歳になるからさ、そろそろね。でもまあね、 OK が出たら。なんか青っぽい髪もいいよね。リアルと違って粘れないの辛い。それな、リアルだったらね、こうやって話しててさ、あって話せるけど、ミルクティーグレージュいいっすね。ニヤジェットキーちゃんのカラーが黄色だから、黄色、なんか黄色にしたらさ、どんなになるだろう。なんか誰ってなりそう誰ってなりそうで、ね、待って、本当にツインテール可愛いな、きそう。嬉しい、そんな褒めてもらえないから嬉しい。そんな普段そんなね、ありがとう。こっちが泣きそうです。もう髪型のアレンジね、ツインテールとかポニーテールとかお団子とか三つ編みとか、アレンジ難しいよね髪の毛。毎日褒めツイートしよう、調子になっちゃうよ黄色だとアニメのキャラみたいになるかな。あー、そうだね、まあなるか、そうか。金トシハートありがとう。難しくていつも巻き髪になっちゃう、わかる。巻き髪でもういいかなってなっちゃう。ツインテール大好きだから見て嬉しい、ありがとう、ありがとう。みんなもう優しい優しいリアルで終わり際になっても話してくれる、あゆみん神です、神。いや、やっぱ話したいよね。やっぱさ、なんか中途半端なところで切れちゃってなるとさね、いや本当にありがたい、お話し会に来てくださって、来てくださった方本当にありがたい。いや本当に感謝してる。キャーセンテールさん、かわいいかわいい、サイトありがとう。髪伸びた、なんか前髪伸びたよね、切った方がいいよね。君のすべてが私ならいいのに。
あなたです不意にジョイゾンの巻き髪良かった。あ、そうそう、ジョイゾンの、そうそう、ジョイゾンの時巻き方なんか変えてやってみて、そう嬉しい。みんななんかなんだっけ、ツイートでなんて言ったっけ、なんかわかるかなみたいな、いつもと巻き替えてみたみたいなやつ言ったら、なんかわかるよみたいな絶対わかってないだろって人もわかるよとか言って、ね、くれて嬉しかったよ。渡辺さん、姫ありがとう。姫なんか姫ってなんかあれだね、なんか姫って言われるのなんかなんかあれだね、あれみたいだ。イエーイ、編み込みかわいい。変化感じた本当に。あ、なんかジョイドン、そうそう、なんかすごい、この前のジョイドン、アイちゃんとそうリコとやって2人のテンションがすごかったな、なんかすごかったすごい、やっぱニアジョイってみんな元気だなって思った。紅茶レモンさん、姫ありがとう。あ、おたさー全然姫キャラじゃないよ。あゆみさん、お姫様だよ。さえたんもお姫だよ。お姫神回だった、すごい。なんかアイちゃんすごいよね、リコもすごかった。大丈夫かな。君が姫なら僕おじさまだね。あ、ほんと、あ、ほんとって暗記力すごい。そうそう、なんかゲームの時に全然、まあ最後、まあ、時間が押しちゃってたっていうのもあるけど、あれで自分のせいで、なんかせいでというか、なんかわーっとめちゃめちゃ早口で告知をリコに言わせちゃって申し訳なかった。あのゲームめちゃむずかったんだけど。楽しかったね。あれ焦るよね、焦るね。あれさ、暗記力やばいね。やっぱ暗記力すごっ。タコさん、タコちゃんたくさんありがとう。タコがタコをたくさんくれて、わっほいわっほい、ありがとうタコ。私あれ何も覚えてなかった。なんかそのメニューもむずいし、何個注文されたかもめっちゃむずかったし、ね、記憶力、暗記力頑張ろう。数字むずい、そう、数字難しいよね。3人の若さ感じた本当いや、なんか2人ともやっぱ記憶力暗記力いいし、やっぱそこがやっぱなんかいろんなことにつながってるんだろうなと思った。あ、そうそう、立ち位置覚えるとかにもつながってた。いやー、今日はお世話になりました。今日はありがとうございました。やっぱね、もっと話したいよね。
みんなに言ってるけど、お楽しだよねって思うよね。席ありがとう、キラキラ。まさひろさん、ハートめっちゃずっとありがとうね。すごい助かります。あ、結婚して、ありがとう。ルイルイ、ハッピーバン、ハッピーバースデー。ライブの意味すごいよ、本当に。どういうところが具体的に。待って、今日同じ髪型してた。あ、一緒です、一緒です。ありがとう、幸せにしてね。幸せにするね、幸せにちょっと幸せにできるように頑張る。なるべく長くお話できるよう頑張る。いや本当にオンラインお話し会とかさ、みんなもいろいろ絶対予定あって忙しいだろうに、そのこんな自分のために時間を割いてこう来てくださるっていうのが本当にね、ありがとうって。初めてお話し会いた時ショールームでした。コメント覚えててくれて、あゆみん記憶力すごいなと思った、はあ、そう、なんかそういう感じのとはね、すごい記憶に残ってるんだよね。けど前やったジョイドンのああいう系がね、そう覚えれないって。最優先、いや優先してくれるのありがたい、めっちゃ嬉しい。マルさんありがとう、お星様。みんな君のことが好きなんだわみんな君のことが好きなんだわ。いやー感謝、シェイシェイ、ハオ。久しぶりに声とヤッホーリーって。いろんなヘアスタイルやメイクみたい。そうだよね、そうだよねって。いやだからいっぱいなんかいろんな、そうメイクとかも変えたりしながら、なんかいろいろやってみようかな。え、髪型可愛すぎん。そう、髪型変えたりしたのをねツイッターとかにいっぱい載せたいんだけど、頑張ります。写真ってむずいよね。舞台行きたいからバンドのライブ断りました。マジ？そのバンドさんはなんていうバンド？いつか高めみたい。そうなんよね、高めしたいです。チャイナック似合いそう。チャイナ、チャイナ。髪の毛巻き巻き好きだった、嬉しい。髪の毛巻き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 。姫、リリちゃんありがとう。姫、なんでアラビアン仕様なんだろう。ムルマちゃん楽しみ。ムルモちゃんめっちゃ可愛いよね。ムルモのなんか動画とか YouTube とか結構あるやん。あれ見てさ、めっちゃ可愛いと思った。自分と全然違うと思ってこんばんみちゃんです。こんばんです、こんばんです。なんか久々姫にいい反応する。姫結婚して連携技え何
なんかさ、何の話だっけ。あ、ムルも可愛いよね。ムルもバブみがすごい。今日ね、今わかんないかもしれないけど、ちょっと鼻のね、頭の方をね、チークでね、ピンクっぽくしてみたの。今ちょっと取れてるかも。ファンで上からつけながらあれなんだけど、でもなんか鼻頭をちょっとピンクっぽくしたのを自撮りで今日載せる予定なので、鼻の頭ピンクにするやつは中国の女性がなんか知ってますよね。女性がというか、なんか中国のすごい可愛い人とかよくしてて、なんか鼻のここをねちょっとピンクくするとね、なんだろう、なんかこうなんかこう血色がよく見えるよね。なんか昔もね、結構ずっとね、鼻の頭をねチーク塗ってねやったりしてたんだけど、それを久々に今日やってみました。今ちょっとわかんないけど、ぜひみんなもやってみて。なんか冬とかするとすごい可愛いか、寒くて赤くなってるみたいな人で、使ってるコスメ紹介しておいていいです。使ってるのはね、ほんとねプチプラばっかなんですけど、その使い方にめちゃくちゃこだわってて、そうやっぱ使い方だよね。物も大事だけど、鼻先ピンクわかる、かわいいよね、かわいいよね。真っ赤なお花の田中さん、真っ赤なお花の写真楽しみ、生きていけそうです私。もうね、そんな大した写真じゃない、がっつりメイクいつかやりたいね。リリちゃんありがとう、くまちゃん、メイクの研究すごい。結構なんかいろんな国とか、なんか海外の方のメイクをなんか参考にしたりしてるかも。あみちゃんのギャルメイク見てみたい。いいね、してみたい。今日気合入って痒くなっちゃった。中華系のメイク可愛い。そうそうなんよね。そう、中華系可愛いよね。だから中華美人の方、中華美女さんのなんかメイクとか見てる、めっちゃ。ゆあち、ありがとう、ありがとう。渡辺さん、おっさんありがとう。メイクはね、結構がっつりやっちゃっていいのでね。わっ、わー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 、これはお城、お城だ。紅茶レモンさんありがとう。わー、アラビアン城城ありがとうございます。アラブの、アラブのありがとう、ありがとう、嬉しい、パチパチパチ、ありがとう。すごいたくさんタワーが、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、マジで嬉しいです。お城に住んでほしい、お城に
住みたいな。すごい神秘的なお城。今日メイクが濃くなっちゃった。めっちゃ似合ってたよ。やっぱあのぐらいいいよ。結構やっちゃっていいです。メイクは目元だけ勝手にあやみちゃんの意識してメイクさせてもらってる。嬉しい。めっちゃそれめちゃくちゃ嬉しい。それメイク奥さん、かゆめさん、ありがとう。アイスに、お星様にありがとう。アユタンにプロポーズして、アユタンって言われたの。なんかあんま言われないアユタンね。リリちゃん、アリビュー、アイラブユー、ありがとう。リリちゃん、ありがとう。まみちゃんの顔になりたい。変わってみよう。変わろう。大変よマジで。キヨピさん、キラ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 、ありがとう。星様、まみさんがメイクしてくれるイベントないですかね。いいね。いや女の子も男の子もカモンって感じ。やっぱ肌ねしっかり塗らないとさ、やっぱさ紫外線やばくない？そろそろ。最短意見に便乗。でもなんかこのメイクはなんか自分のなんかここをこうしたらいいかなっていうののメイクだから、それがね、どうだろうって感じ。そう、他人にメイクしたらそれがその人に合ったメイクになるのかっていう。メイキンメイキャーオンリーフォーミー、ヘイ。メイキンメイキャーオンリーフォーミー。実験台にしてください。実験台、実験台に。でもメイクしがいあると思うよ。自分の顔は自分が一番知ってる。それはそうだね。イベントあったらリリちゃん一緒に行こうね。なんかこうみんなをね集めたそういうなんかしたいね、イベントとか。ハチピーさん、キラ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 、ありがとう。その人に合ったメイクをみんなで考えるイベントしたい。確かに人それぞれやっぱ顔が違うからね。お顔の作りが合わないあるよね、メイクも。でもなんかさ、人生ってさ、なんかメイクだけじゃなくいろんななんかそのみんななんかいろんなものに対してこだわりがあると思うけど、こだわり強ければ強い方がなんか楽しいしね、やりがいがあるというかね。と思います。人生、人生ですね。今日何時から始めてるっけ。人生楽しまないとね。そうだよ、今日が一番若い日です。後悔なく生きよう。今日が一番若い日ですとか言ったらなんか焦っちゃうよね。
19時44分ありがとう教えてくれて、わ、私姫まさひろさんハートずっとありがとう、加藤ちゃんクランプありがとう、姫もっとしといたくないよ、それなんだから年齢に逆らって生きていこう、イエイイエイ、ゆうすけさんありがとう、姫今日が一番若いって言葉いいね、今日が一番若い日、深すぎて刺さってる染みてるあゆみんのおかげで自己肯定感上がってます、え、ほんと自己肯定感上がるようなこと言えてる、でもね、みんなね同じ時間を与えられてますからね、ゆずきちさんランプありがとう、好きです、アイミーもいつもいいこと言ってる、やった、誕生日迎えて言葉刺さって人生考え出しましたどんな風によ、山永さんありがとう、星ありがとう、星さんありがとうございます、今からバイトです、頑張って、貴重な人生の時間相手になってくれてありがとう、いや、こちらこそ貴重な人生の時間応援してくれてありがとう、ではそろそろランキング見ます、ま、姫マロッシュありがとう、マロちゃんありがとう、名前変えたの、寂しい、忘れない一日になったよ、よかった、それはそれはよかった、一つ一つの出会いを大切にしていきましょう、今来た、でもよかった、教習ルームできて、前いつだっけしたの、1週間前ぐらいかな、そう結構ねバタバタしててショールームをゆっくりできる時かな、好きでしょあれじゃん、ブルモのでしょ、次はオラオラ系で参加します昔の感じのね、でお願いします、たくさん、まさひろさんありがとう、8P ありがとう、ハート、じゃあランキングを読みたいと思います、13位 8P さん、プチプチプチ、12位 TM マンさん、プチ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 、11位トシアトマークエビミンさん、プチ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 、10位渡辺さん、プチプチ、9位カミュさん、プチ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 、8位リリちゃん、パンティアン、プチ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 、7位ゆずきちさん、プチ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 、6位きよっぴさん、プチ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 、5位奥さん、プチ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 、4位さきちゃん、3位紅茶レモンさん、パチ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 、2位サエタン、パチ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 、1位はドルルルルル
ュさん、リスパチ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 、ありがとう。ゆっくりに、そう、なんかちょっとね、あのいつもね、結構てか喋る速度がなんかちょっと早口になりがちなんで、自分ゆっくりと意識して読んでみました。なんか YouTube とかを見るときに速度設定でなんか 1.25 倍とか 1.5 倍とか2倍にしてね、なんか見るときがあって、なんかそのせいかなんか早口になっちゃうんだよね。じゃあ YouTube とかそのなんか速度が速い動画を見ると自分もなんかこう早送りになるっていう。わらわら、ビッグラブ、愛してる、お疲れ様でした、優しい、お疲れ様でした。倍速で見るせっかち出るね、せっかちになっちゃうね、あれちょっと何もかも早くなっちゃう。お話し会も配信もありがとう、こちらこそお話し会も配信も来てくださった方ありがとうございます。ゆっくり助かります、やっぱゆっくり言った方がねいいよね、伝わるし。またね、バイバイ、 I love you、 好きっす、楽しかった、ありがとうみんな。待って、宣伝、今日の21時から新グッズ販売が通販サイトにてスタートらしいですね。野獣グッズ情報、生写真セット、今日も君の夢を見たんだ、歌唱衣装と、スイート16クリアファイル、フォトアルバムですね。営業だ、いや告知大事だよね。スイート16のファイル、クリアファイル、かわいい、フォトアルバムとかすごいね。このね、生写真のね、今日の君の夢を見たんだの生写真あるじゃん、の時ね、風がすごくてめちゃめちゃ風が強かった。でも写真じゃわかんないね。信じわかんないよね、風がちょっとわかるかな。もう前髪がねすごく飛んでいきそうになったんだけど、すごい生写真のおかげで財布が軽いです。ありがとう、生写真をこうやって買ってねくれて、ゲットしてくれてありがとう、ゲットしてくださる方ありがとうございます。 MV も風すごそうだった、そうすごかったよね、すごく、そう、 MV の日ですね。絶対置いてないので告知助かります、よかったです。風感じます、感じかなです。ぜひぜひチェックよろしくお願いします。まさひろさん、ハートありがとう。で次のイベント
次一番近いのが27日と28日のお話し会、あのお話し会だね。27日がイコラブさんの方のお話し会で2部の12時からで、28日がイコラブさんとノイミンさんのお話し会2つともあって、ノイミンさんの方が16時30分からだね。そんな感じか、イベントは。もしかして今日髪型失敗しましたね。ひどい、こんなこと言う人がいるからさ。でもまあそんな成功ではないですね。イベントね、イベントたくさん嬉しい、嬉しいね、イベント。いやでももうなんか夏って感じがしてる。W また来週お話し会よろしくです、よろしくです。舞台楽しみすぎる。いや本当にもうさ、もう来月の今頃にはさもう終わってるわけじゃん舞台、信じられないね、あっという間だ。でもなんかもうそういう正直なコメント笑っちゃうね。確かにあっという間ね。それな、生まれてきたことが大成功、わお。そんな言ってくれる。あ、舞台配信とかあるのかな、どうなんだろう、どうなんだろうか、どうなんだろう。キーちゃんは今すごい鏡の前でもううっとり、うっとりしてる。もうなんかもう卵みたいな、もう形になってますね。おしゅうちゃん持ってっかね。あ、そう、なんか今日そうオンラインお話し会で、ね、あのうちわを持ってきますって、このうちわ持ってきますって見せてくれたり、ありがとう、嬉しい。舞台どんな感じになるかあんま分かんないけど、まだ見つけれるように頑張るね。きーちゃん、そう、あの鏡に映ってる自分が自分だと気づいてないからね。じゃあ配信を今日はありがとうございました。ポチッとフォローよろしくお願いします。ツイッターもつぶやくのでぜひチェックよろしくお願いします。たくさんギフト今日はありがとうございました。コメントもたくさん、今日はね充実した一日となって幸せでした。ありがとう。じゃあおやすみなさい。バイバイ。